できたね。すごいね。こんばんは。うまくない？あの一瞬でできたよ。わからん。コメント一個も届かないのかなこれ。ね。なんか明るくない？えな？うん。まさかライト持ってんのか？えなねライトねつけてないよ。あ本当？なんでこんな暗いんだろう。まあいいや。こんばんは。こんばんは。こんばんは。明るくなんない。いいでしょ。だって夜だもん。確かに。うん、こんばんは。どうも。でもそっちが良かったんだけど。何が？こっちが良かったんだけど。あじゃあやめる？え、やめない。いいよ。どうも。どうも。そう。昨日さ、行ってたんだよ。のショールームで。なんか誰かとコラボ配信をしたいみたいな。何なんかあれらしいよ。コラボ配信だと美白モードがないんだって。あだからか、だからブスなのか。やめな本当に。それはごめんじゃん。なんか違う あのライトがなくて、うん、私あの100均のこのなんかちっちゃいライトしか、うん、でそれを壁に無理やりガムテープで貼っつけたんだけど、うん、なんか本当にあの、うん、役割果たさんのこの人かわいそう。え割と普通じゃないだって。えこれだよ。え違うのこれ見て、こんなさガムテープでつけてんだよ壁に。やばくない？面白い。だから三脚買った。えいいな、でも欲しいんだよね三脚。ガチのさちゃんとしたやつさ。そうライトはいらないから三脚だけ買おうと思った。三脚ね、こガムテープ汚ねえだって。やめろよ。ガムテープ汚くねえよ。だってこんなにやんないとさ、取れちゃうんだもん、株から。ほんとだよ。ほんとだよ。リップ塗ってんじゃねえよ。リップ濡らして。でも持ってるけど、置いてきちゃった。取ってくるね、じゃあ。でもね、ちょっとコメント読むね。努力素晴らしいって。ほんとに優しいですね。ありがとうございます。ほら、待って、取れちゃうじゃん、もういい。映ってないよね。映ってないよ。今ね、下を映さないように必死だもん、今。こんだけ上だけ、上だけ、ちゃんとしたの着てて。今日も壁な、なんかね、私、ショールームやるとね、なちゃん。うん。ここで。うん。なんか壁の話しかならないの。なんで？壁汚いんだけどさ、うち。うん、ね、それでなんかファンの人が、うん、壁汚ねえ壁汚ねえつって。えなん壁汚いよ、ここじゃないけど。言ってくんのよ。うん、壁汚ねえって言ってくんのよ。なるほど。ほら見てよ。じゃあ何を？汚くない？どういう汚いじゃないんだって。なんでだよ。なんか汚いのよ私の家の壁。なんかちっちゃいのに落書きしたの、それが消えないくて。一緒じゃん。え、でもこのクローゼットにチョークでさ、書きまくってさ、消えてないんだよね、あと残って。今ね、壁に頑張ってライトつけてんの。頑張れ。はい、成功。じゃあ、さ、やばすぎて、ちっちゃい頃。タオル掛けみたいなのあるじゃん、壁に貼っつけれる。うん。わかる？うん。なんかこういう輪っかの。うん。あれにぶら下がって壁が剥がしたんだよね。君や俺だって。なんかね、毎回そう、昨日もやったんだけどね、俺だって言ってくる人がいるの。どういうこと？俺だよって。えのちゃん俺だよ。あ、そういうことね。誰だよ。俺詐欺？違うよ。やばいよ。ちょっともうちょっと近づいて。こんばんは。こんばんは。あ、トロップつけよう。これさ、どうなんの？テロップつけたら。どうなるんだろうね。あ、一個になった。何がいい？いいよ、書いて。消すから。消すからじゃん。あ、そういうことか。なんだ、私が打ったの消すから。変えていいよ。えなきみ配信。いいじゃん、これ。あれ、えなも変わってないんだけど。え、そう、本当？あ、じゃあ。どうですか？多分、エナのね、どうやってやるの？何するのって、あの、ただ、あの、普通に、
あの、うん、話した話すだけですよ。うん、そうだよ。特にね、何もない、ね。うん、何もない。うわ、ちょっとやってみようよって言って。肌くすんでるわ今日。やめなさい、若いんだから。ね。えなきみ、えなきみだよ、きみえなじゃない。えなきみだよね。こだわる。そうだよ。聞いてください皆さん。昨日えな、きみちゃん去年の。うん。昨日、きみちゃんに T シャツパクられて1周年記念だ、うん、パクられてないって借りてんのまだそう、なんか頭に来た時に T シャツを貸したんですよ、ね、そしたら1年間ガス撒いた人とガス撒、あ、ネタバレ禁止、そう、1年間返してもらってなくて、返すってありますよ、ちゃんとないよ、絶対あるよ、今日去年の今日ね遊んでたよね、うん、そうそうそう、え、で、去年、ちょ、待って待って待って、何、今日髪振り1周年じゃない、そうだよ、1周年だよ、1周年記念ってことは今日あれだね、 CD の発売記念みたいな日だね、ハッピーバースデー1アニバーサリーみたいなやつ、そうだね、1アニバーサリーだね、あ、ミラボール、ミラーボール来てんの、そっち、こっちなんもないけど、え、来てない、そっちとさ、そっちコメント違うのかな、うん、違うよ、パチパチと1周年おめでとうと、うん、一緒だ、借りてる側はいつの間にか自分のものにするって来てる、うん、うん、してないよ、私エナちゃんのもので質問募集しよう、いいよ、質問ください、何でもいいですよ、今何時、エナさん時計さ4時に10分になってんだよね、部屋の時計、私の時計ね、9時、あ、違う、8時56分ぐらい、あ、8時51分だった、ミラーボール今、ね、ミラーボール大好き、音符ありがとうございます、これエナちゃんが私のところ、私の部屋にエナちゃんが来てるみたいな感じ、うん、そう、めちゃめちゃ雨降ってる、え、さっきもうやんだよこっち、嘘かもしれない、こっちってあれだけど、あ、ミラーボール来たんだけどさ、エナのさ、エナの、うん、じゃあエナのやつ時代遅すぎてさ、ついてきてなくてさ、ミラーボール回んないんだよね、あ、うなぎ食べましたか、またありがとうございます、え、はい、食べました、いいな、だけど、ね、うなぎ食べてない、なんか食べたよ、なんかね、あのね、白はんぺんだっけな、うん、白はんぺんを、うん、になんか切り込みを入れて、うん、砂糖とみりんと、うん、なんだっけな、うん、醤油、違う、醤油と、わかんないけどな、調味料入れてやると、うん、あのなんか安い、うん、安くうなぎの味が食べれるみたいなやつがすっごい気になってやりたいんだよ、食べたの、食べてない、食べてないんかね、なんかさ、熊の幽霊みたいなの来た、ありがとうございます、何これ、そう、なんちゃってうなぎ、なんかそう、そうそうそう、へぇ、前なんかよく公園であったよね、あ、ミラーボールありがとうございます、あ、あったね、なんかご飯の上にさ、うん、そうね、なんかあったよね、うなぎだと思ってみんな食べてるけどうなぎじゃないみたいな、そうそうそう、めちゃめちゃ雨降ってるわ、だからなんかそのうなぎ高いじゃん、うん、高いね、だからやってみたいなと思って、そう、うなぎをさ食べに行こうって約束してんの、いつか決めてないけど、あん、ばあちゃん、ばあちゃん、ばあちゃん、え、熊タワー来た、ありがとうございます、すごい、なんかのさ時代についてきてないんだよね、ショールームの、ありがとうございます、ありがとうございます、みんなハートとかありがとうございます、質問募集していますので、うん、どんどん送ってください、どしどし質問待ってます、エナの声はそっちの配信画面でも聞こえるんだよね、聞こえてます、聞こえてなかったらおかしいよね、わかんない、コラボ配信できないじゃんね、成立しなくない、まあね、なんか口が、口さいっぱい色塗ってるのに色なく見える、エナすごくない、今日めっちゃ塗ってるんだよ、うん、じゃあエナの今日のリップ紹介してあげるよ、うん、これにこれ重ねて、もう一個のリップどこやったか、あった、
こういうところです。え、待って、エナもさ、待ってね。あ、この君のルームだが、エナタの声聞こえる。あ、よかった。あ、よかった。これ仲良くなったきっかけはない。これいろんなとこでさ答えてるけどさ、うん、オーディションじゃない、一番最初に空気が集まった時に、うん、たまたま近くにいた。それな、本当に近くにいなかったら仲良くないと思う、うん、いや分かんないよ。いやそれはそう。いや初めてさ会った時さ、なんか名前さ書いてたじゃん隣で。いや書いてたね、紙みたいなやつに。あれでしょ、あれもやってたよね、うん、自己紹介も隣でやってた。そうそうそう、鈴木エナみたいな、エナエナみたいな思った。そうだよ、キューキってさすごい名前多くない、ね、初めて聞く名前多かった。そうか、なんでないか、そこまで。そこでもなくない、君エナなんか初めて聞いたの。君エナなんかもう調べりゃいくらでも出てくる。似てるらしいよ、うちら。なんかどこか似てるって。似てないでしょ。それな。似てないでしょ。似てないですね。ね。金髪ビビりませんでしたかって言ってるけどさ、その時金髪じゃなかったよね。そう、ね、なんか青、緑みたいな髪して。ちなみにネイビーなんですけど。あ、ごめんなさいね。そう、そんな髪色してたよ。君って知らないんだね。うん、知らないよ。なんかでもお互いのいいところ言えるだって。うん、肌が綺麗。どうも。ね、顔面いい。顔かわいい。いや、マジ顔面いいと思う。羨ましいもん。え、なんか鼻の低さをどうにかしてほしい。え、キミちゃんの顔面、ね。鼻なんかね、いいのよ。どうでもなるのよ、鼻なんて。やばくない？見てよ、この鼻の。ずっと言ってるよね最近。そんなことないよ別に。なんか電話してるみたいになってるよこれ。ほんとだよ。ダメだダメだダメだよ。年の差は感じませんかだって。感じないよね。感じる、それな、感じないですね。だって2歳上でしょ。うん、感じないね。うん、エアコンつけるわ。もう暑いわ。いや、なんだっけ、いいって、電話でいいって。あ、ほんと？じゃあよかったね、このままで。今何の話してる。あ、そう、年の差の話か。年の差感じないよね、別に。じゃあ、お姉ちゃんがキミちゃんと同じ年だから、うん、なんかお姉ちゃんみたいな感じ。そうだね。で話してる。どっちも怖そうって来てるけど、絶対怖くないよね。いや、わからないですよ。怖い怖い、わからないですよ、そりゃ。怖い。でもね、やだね、第一印象みんなに怖いって言われるの、いろんな人。私なんか中学生って感じだった。どういうこと。えなちゃん中学生って感じだった、始めた時。まあ、中学生なんだけど、うん、あー中学生って感じだった、見た目が。あー見た目がね、うん。いや、なんかえなは目つきが怖いらしい。うん、だけど仲良くなったらそんなことないから。なんかでも昔は怖いって言ってたけど最近言われなくなった。そう、うん、ね、今クリスタルガイザー飲んでるでしょ。なんでしてんの。今つってたもん、エナもそれ飲んでたんだよ昨日。なんかこの水しか飲めないんだけど。いや、この水しか飲めないわ。嘘、なんか水嫌いなんだ。嫌いになって、なんか嫌いになっちゃって水、うん、うん、なんかペットボトルでしか飲めなくて。あ、うん、わかる。そう、第一印象は足が長いでした。だってありがとう、それは嬉しいわ。バラありがとうございます。時止まったかと思った。これエナちゃんはエナちゃんの配信、私は私の配信で一緒に喋ってるってことか。うん、そうだよ。そういうことね。軟水ってきてる。なんかさ、硬水と軟水ってあるよね。それ軟水だよ。ハートかわいい、ありがとうございます。軟骨のなんだもんね。なんだっけ、エビアンとかがさ香水じゃない。あ、コメントは別。そうだね。そう、
キミちゃん髪巻いてる巻いてる。ねえ、そうだ、前髪を切りたすぎてやばいんだけど今。ね、見た一回。髪の毛の、なんか前髪切ったいみたいな。うん、消したけど。ママが見してた。見してたって日本語かし。じゃあ、えなもさん、前髪どうにかしたい、ね。待って待って、面白いの来て。髪フェレメンバーで彼女にしたいのは誰？彼女にしたいな。ちょっと考えさせて。あ、15分経ったもん。ね、思った。彼女にしたいなら、えなは決まったよ。よかった、当ててあげる。うん。シーナさんでしょ。正解。絶対そう。え、わかんない。どうだろうな。絶対シーナさん。なーやん、なーやん。なんでなーやん出てきた。私、なーやん。セクシュアルームやってた。なーやん。なんか前髪、そう、前髪の話なんだけど、また。うん。伸ばしてて、うん。でも、ここら辺なの、前髪が。うん。でも分けるのが嫌いだから、うん、そうだから切りたいんだけど、うん、でも切るとしてもここら辺なの、だから分けれるし、うん、別に、うん、なんかパッツンぐらいなんだけど迷ってる、うん、公園に出る、ま、出たら切ようかなと思ったけど公園いつ出るか分かんないし、パッツンいいよね。あ、こないだ公園だって出てたじゃん。そう、どうだった？さっき見てたんですけど、なんかね、楽しかった、うん、楽しかった、めちゃめちゃ公園、うん、今日も見てたし、今日ね、10期そう、10期の見て、9期の見てってやってたけど、ショールームしてるから途中で切ってきた、ごめん。ママとパパがね、テレビで見てた、さっき。十期に詳しいって言われたけど、別に詳しくないんだよ。喋った？喋ったことない。ないよね。手振ったぐらい。ちょっとしかないわ。一回。うん。あ、知ってる？知ってる。この、あの変な話。面白い。うん。私が言うから、言わないでね。うん、分かった。黙ってる。言わないけど、別に。言わないんか。言わないよ。あ、指名差が必要だって。さっきそのコメントあった、こちらにも。あれ、一緒の名前、息子の。10期で気になる子はだって、なんか話してたよね、一回話してたというか、可愛いね、可愛いよねって言ってたよねっていう。でも10期すごいよね、なんかさ、9期と一緒でさ、うん、年齢差広いよね。ね、広いね。ももたんとだいぶ。ろうそくありがとうございます。ももたんとキャノンティーか。キューキは。がどうしたの？したとで？そう、したとで。ああ！何？悩んだ！悩んだ。やばい顔しちゃった、今。どれも終わってるの。悩んだ！悩ん。そう、昨日じゃない、間違えた。なんやん、こっちにはなんやんがいないから分かんない。コラボやってみた。3人でコラボできたらさ、いいのにね。いいのにね。えなきみだって、ラブだよ、なんやん。ラブ L O、 いや、作れや。あ、ごめん。え、そうなってんだ。えの今から見ると LOEV になってんだよね。え、君から見ると EVLO だよ。ダメやん、もう。面白い。なんかめっちゃあーってきてるんだけど。何から？うん、あ、君が叫んだから急に。こっちは何かわかんないから、ごめんなさい、びっくりしてるらしい。ごめんなさいね。ごめんなさいね。ごめんなさいな。絶対ペットボトルシャカシャカしてる人の音してるけど。なんかさ、二人でさ、うん、
言いたいことあった気がするんだよな。ないけど。コラボしたらやろうって思ったことがあったの。あったんだ。全然知らない。な、悩みだ。なんでそっちに行ったの怖っ。悩ん。しゃぶしゃぶ食べたい。しゃぶしゃぶ。この前だ、結構前だけどさ。行ったよね、うん、3人で。行ったね。結構前っていつだよって話したけど。めっちゃ前だか。なんやなんや、なんか記憶飛びすぎてさ。え、それはわかる。めっちゃ意味なんかわからん。わかるって悩んが。行こうね、また。うん、行こうね。なちゃん、あれかわいいイヤリング。え、そう、これココナからもらったんだよ。イヤリング僕にもらった。イヤリング、うん、だって開けてないもん、ピアス。そうだよね。髪染めたいし、高校卒業したら。あ、ミラーボール来た。イエーイ。あれ髪染めたいの？高校卒業したらね。うん。ピアスしたい。まだまだじゃん。かわいい。そうだよ、本当にまだだよ。かわいいじゃん。二人の話し合うジャンル。卒業したらなんて。いつも電話してるとき何してんのだって。ほとんど喋ってないよね、昨日もさ。え、何喋ってんだよね。昨日ブログ書いてたし。昨日も電話してたんですよね。うん。言ってるかな。うん。言った？うん。うん。何話してるんだ。いや、そしたらさ、なんだっけ。今話そうと思ったことどうするしたからいいや。ピアス全部つけてたのなくなっちゃった。え、どういうこと？一昨日ぐらいに全部つけたの。全部っていうか何個つだけ。うん。うん、つけとこうと思って。あ、うん、ミラーボールとハートありがとうございます。だけど全部なくなっちゃった。あら、全部落とした。それは家で、お風呂入ったらなくしちゃって流れちゃった、うん、それはもう無理だ。だからバイバイって言って。バイバイ、それはバイバイ自分って首の角度めっちゃおかしいよね。嘘、めっちゃもういつもこんな角度になってる。気づいたらどうしたんだろう。なんか本当にさ、家から出たいんだけど早く遊ぼうよ。え、昨日一日中本当に家にいてさ。早く遊びたいよね。それな、なんかズーム劇場をさやるとさ、すごいさ家にいるよね。うん、だしね、あれ飲んだ。昨日ね、スタバ飲んだ。ふざけんなよ。ピーチ飲んだの。えなちゃん、髪何色にしてみたいの？だって。え、茶色にしたい。でも一回金髪にしたいって話してたんだよ。でもみんなに止められて。うん、絶対似合わんからやめよ。絶対可愛いよ。あれいた。私も髪染めたいな。いつか金髪したいんだよ。うん、しちゃいなよ。あ、ハートいっぱいありがとうございます。えなちゃんはなんか金見たいって。えなちゃんの金見たいって。うん、何？てか私なんかさ、金髪また見たいです。うん、見たい。あれだけどさ、ちゃんと金髪じゃないんだよね。何髪？汚い茶色みたいな。なんか美容院行くじゃん。うん。でなんか赤っぽい色に染めてたんだけど、うん、いや違う。その次だ、赤の次だ。赤の次に銀かな。うん。シルバーみたいな色に染めて、うん。で普通に色落ちしてきて、うん。そうで色落ちしてなんかあの金髪みたいになって、うん。そのままでいたの。めんどくさくて。そしたらあんな色になっちゃったの。でしょ、なんだってさ、オーディション行くなんて思わないじゃん。まあね。え、そうそうそう。普通にさ、オーディションにさ、あれで行っちゃったの。間違い。あれが、ま、間違いよね、まず。写真を撮って、ショールームに上がる、うん、上がったじゃん、最初の。うん、うん、うん。
あれもなんか知らんけど撮られて写真。ほんとだよ、でもめちゃめちゃ顔良くないよね、日の顔。顔とかの問題じゃない、もう。何みたいな。えって写真撮るみたいな感じでした。いや、なんかもう前髪どうしたって感じだった。てか、めちゃめちゃキミちゃん画質悪く見えるって思ったけどさ、自分が画質いいのかさ、普通にさ、自分のだけ綺麗に見えるみたいなのあるんかな。わかんない、光飛びしてるね。でもなんかそんな昔のこと言ってもどうともならないから、どうでもね、ほんとだよ。でもね、1年前のことなんて、2年前か、どうでもいいです。2年前か、うん、めちゃめちゃ顔変わったくない、いい意味で。うん、変わってないね。クマだ、ありがとうございます。クマ役だったもんね。あ、そうじゃん。なんか今日ズーム劇場やったじゃん、一回。うん、なんかあっという間すぎてさ、うん、早いじゃんあれって。うん、そんななんかやった感ない。全然わかる。ミラーボールありがとうございます。ハートありがとう。私顔変わったかな、お入り前と。変わってない。変わってない。うん、変わったけど変わってないみたいな。なんかよくさ、昔の写真送るよね。うん、わかるよ。送るよね。送る。送るよね。ミラーボールいっぱい。可愛くなったって、ありがとう。ハゲた？え、ハゲてる、ハゲてる。それ昨日も話してたの、そう、ここハゲてるんだって。ハゲてるよ。そう、見てほしいの、こっちハゲてんじゃん。うん。こっち、あ、こっちもまあまあなんだけど。まあまあハゲ。まあまあハゲなんだけど、こっちほどではない。こっちマジやばいよね。マジ今びっくりした。なんか笑ったんだけど、なんかさ、よく電話で言ってんじゃん、なんか、うん、やばいもん、なんかハゲたんだけどさ、見せてくれるけどさ、うん、なんか全然そんなことないと思ってたけどさ、まあまあハゲだった。違うの、ショールームやるとハゲて見えるの。まあね、正直あるね。え、なストレスで髪の毛抜ける人らしい。抜けてんの？うん。やめなよ。ストレスじゃないよ。ストレスと思わなきゃストレスじゃないよ。うん、まあそりゃそう、本当に。やばいよね。割とだよね。なのにさ、ポニーテールして。はっきり言うね。なんかそう、電話のテンションになっちゃうよね。いや別にさ、はっきり言われても別に傷つかない人間だからいいんだけど。なんか、傷つくものと傷つかないものがあるよね。わかる。なんかさ、髪の毛のさ、はなこういうところはさ、別に傷つかんけどさ、うん、顔のパーツ言われたら傷つくみたいな。わかる？いや、嘘やな。別に顔のパーツ言われても何も思わないんだよね。なんかさ、怖い見てて、自分の口でかすぎて、びっくりして。うん。本当に口見ない方がいい。めっちゃ面白いんだけど。みんな口見ないでね、本当に。なんかママに人食べそうな口してるねって言われた今日。実は食べてんじゃない。ほら、やばくない口の猫さ、いや、えぐくない、広くない口の猫。ないよ、口って思うじゃん。ありがとうございます。公園のことのとこ見てみ、すごい。なんか時差なのかな。何？口は確かにでかいわ。それは確かにって言っちゃダメですよ、そういうとこ。そういうとこはダメですよ。ね、えなちゃん、確かにはダメだよね。うん、確かに。まあ、確かにはダメ。なんかさ、合唱の時とかさ、学校の。確かにはダメ。口開けてくださいとか言われたら、いい口してるねって言われるんだよね。やば。よかったじゃん。キラキラ。声でかいんじゃない？声めっちゃちっちゃいね。なんかね、多分ね、口ちっちゃい方が声でかいんだよ。で、口大きい方が声ちっちゃいっていうのワンチャンある。ワンチャンある。うん、お姉ちゃん口ちっちゃいの。なのにめちゃめちゃ声でかくて。チャームポイントらしいよ、えな口。よかったじゃん。よかった。あれ。よかった。キミちゃん声でかいな、口ちっちゃいからね。
口ちっちゃいんだよね。やっぱそうじゃん。え、口ちっちゃくない？ほら。え、びっくり。なんかもう悲しくなってきた。君へ態度はでかいなとか。悲しいよ、もう。そういうこと言ったらダメだよ。そういうことが傷つくんだよ。じゃあもう、なんか、いい質問ください。うん。それはそう。なんかもう口とかどうでもいいんすよ。ね、本当にそれはそう。口は何でもいい。声大きいって声張らないと聞こえないじゃん。なあ。なあ。うまくれた、うん。ありがとうございます。顔のバランスがいいってきた。それもよかった。すすぎてやばいね。でも、コメントめっちゃうまい今から。コメントしてください、うん、たくさん。梅雨明けに行きたいところ。梅雨明けに行きたい。パンプール行きたい。だね。うん。え、なんでそんなに可愛いの？ありがとう。本当に優しいですね。ありがとう。嬉しい。わかんないです。こういう配信好きやってやった。あ、読めなかった。だって二人とも素敵な性格だな。だってやったね。やばい、ありがとう。優しすぎてもう泣いちゃうとか言って。富士山でバンジーした。え、バンジージャンプめっちゃしたいんだよね。え、わかる。のバンジージャンプかなり前だけど、あやカーニバルすごい良かったですって。ありがとうございます。すごい前だな。半年ぐらい前だぞ。え、本当だよ。でも嬉しい。ありがとうございます。ちょっと前。え、バンジージャンプやりたいの。喧嘩しないですね。喧嘩しないよね。うん、うん、しないね。なんかしないけど、しょうもないことってなる。一瞬喧嘩まで言わないけどさ、なんかそう、本当に言い合いして終わりみたいな。それな。夏休みの予定はえなちゃんとパンケーキ食べに行く。うん、おいしいもん食べようね。行けるといいね。それはそう、行ける。タコパしたいな。鍋パしたいの。それは、うん、いいじゃん。冬じゃない？冬じゃないか。そりゃそう。待って、えなちゃん時間大丈夫？うん、全然。だってまだ9時だよ。ただのじゃれ合いらしいよ。あ、お腹の音じゃない。私のペットボトルなんか壁にガーってやったらなりました。かき氷食べたよね。うん、食べたね。そう、みっちゃんと、そう、3人で。3人で食べました。あの日はたくさん食べた。美味しかった。何食べたっけ？あのさ、韓国料理。うん。食べた。韓国料理でお腹いっぱいなのに、かき氷。かき氷食べて。アンドリュー？アンドリューって何？ん？アンドリュー。アンドリューに行ったの？アンドリュー来たい。え、なんか知ってんだけど。かき氷のお店かな？え、なんだっけそのお店。超気になる。なんだろう？わかるの？わかんない。聞いたことある。あ、かき氷屋だって。大須のかき氷屋さん。大須も行きたいな。ずーっと行ってない。そう、聞いたことある。お互いの好きなところ直してほしいところのやつさ、前も言ったけどさ、好きなところはないよねって話してて、なんかさ、やめろよ。違う、そういう意味じゃない、ほんとに。なんか別に嫌いなところとかないよね、ここまで一緒にいたらみたいな話したくない？でもなんかさ、自粛前さ、ずっと一緒にいたじゃん。いた。だけどさ、自粛期間入ってからさ、ほんとに会ってなかったよね。うん、ね、それな。電話してたぐらいじゃない？めっちゃ電話してたよね。うん。好きなとこは、好きなとこ一つあげろって言われても困るよね。ね、わかる。なんかいっぱいあるけど。今何食べたい？今は、エナは31のアイスケーキ。わかる。
アイス食べたい。出てるこれ。なんか昨日の夜ご飯何も食べなかったの、うん、ズーム劇場やってたから。で結局卵スープ飲んだの、うん、でなんかめちゃめちゃお腹空いちゃって夜に、もうずっと昼ご飯のこと考えてた明日のそう、ずっと一時期朝ご飯のこと考えてますね。わかる、そういう日あるよね。姉妹みたいなものらしいよ。ローストビーフ食べてきていいな。ね、なんかローストビーフって簡単に家で作れるらしいよ。そうだよ。なんか難しそうに見えて簡単らしい。えなちゃんってカレー好き？カレー好きだよ。あ、そうなんだ。ココイチ食べたいっていうコメントがあってさ。え、食べたい。えなちゃんカレー食べてるの見たことないけど。そう、ないね。食べたことない。そう、食べたことない。カレー好き。ね、なんかお家で食べる、いつもね、お家で食べるの一番美味しいよね。うん、なんか一回さ、キミにさ、お家のカレー出したことある気がする。え、うそ。なんかお泊まり来た時にたまたま夜ご飯がカレーで、あ、キミちゃんが夜ご飯食べてないって言ってたからカレー出して。美味しかったですでもとても美味しかった。え、なんかカレー、じゃがいもが一番好きなよね、具材。うん、カレーが好き。カレーカレー台湾ラーメン、台湾ラーメン美味しいよね。店食べたい。なんか私さ、ラーメン屋そんな行ったことないんだよね。ラーメン屋のもないな。だから一蘭行ってみたいんで、行ったことない。え、ないんだ。一蘭はマジで美味しいと思う、うん、なんかまあ、さきさんとみっちゃんと、うん、うん、どこだっけ、一風堂、一風堂、一風堂かな、うん、に行ったんだけど、うん、それしかない。一風堂か一蘭か、何があるんだろう、ラーメンって。藤山55はナイス、知らないっす。名前パルコにあるラーメン屋、ラーメン屋なんかな、なんか蕎麦屋みたいな。なぜ蕎麦屋だっけ、わかんないけど、そういう系の美味しいお店。映画見たいんだよね、今。今日から俺は。うん、なんでわかった。でしょうね私も見たいもんね。あれ見たいなと思ってたの。違うのよな、映画館のポップコーンが食べたい。大須にもあるんだ。何でもいいからラーメン屋行きたい。何でもいいよ、うん、早く行けるといいね。それな、ポップコーン食べたい。でもチュロスも食べたい。でもフライドポテトが一番好き。うん、ちなみに明日の朝ごはんはフライドポテト。決まってんの。うん、あ、スガキ屋もあるって。ラーメン食べたことある。卵焼き作った。あ、スガキ屋食べたことあるよ。あ、あるんだ。うん、公園練習帰りに一緒に食べることないんですか。だって夜ご飯なんか公園帰り牛丼、公園練習しないよね。牛丼のイメージしかないんだけど。あ、牛丼はよく行ってた。この前ナヤンと行った。ココナヤンとアーヤと誰か、エナちゃんかな。牛丼行くね。日帰りで人違うよね。うん、で行ってた。オート屋も行ってたか。ヤバトン行きました、この前。ヤバトン行ってない。結構前に。あの、みっちゃんとアオミと来た日でしょ。そうそうそう。エナは、なんかやってた。ボイトレの後行ってた。テストかな、なんかして、うん、行ってなかった日。朝牛丼とかめっちゃ羨ましいんだけど。え、なんかさ、朝牛丼の定食みたいなやつあるじゃん、うん、あれめっちゃ食べたいんだよね、朝。でもさ、行こうよ、いつか。え、じゃあお泊まりした日の朝、エナの近く牛丼あるから行こうよ。あ、オッケーオッケー、うん、お寿司食べたいな。わかる、お寿司食べたい。名古屋名物何食べたことある。あと味噌カツ。
唐揚げ、カレー、うどん好きや。好きや、マジ美味しいの。好きや、大好き。昔さ、友達とさ、うん、毎日好きや生活してた。え、絶対食べれるよね。だからもう、だからもう全部制覇しようみたいな、うん、メニューを、うん、で、友達となんか毎日、うん、好きや行ってた。いいじゃん。なんかさ、はなんとか配信、あ、お泊まり配信してほしいって。なんかさ、お泊まり今までしてたけどさ、ずっとコラボ配信禁止の時だったよね。もちろんコラボ配信禁止だったし、だいたいなんか忙しい時にそれなんかだったからなかった。忙しい日にしかお泊まりしんよな、うん、忙しい日か、うん、遊ぶ日か、うん、それな。なんかさ、何何も喋らんのかい。違う、そう、禁止の時とかあったんだって聞いてたから、めっちゃルール厳しかったから。研究生だったから、じゃあうちらさ、ルール厳しかったよね結構。コラボ配信禁止、なんか配信1時間までみたいになったよね。30分じゃない？30分か、短い。30分配信って来てた。30分だって、初め、うん、難しいじゃない。短いね。10期今そうなんだ。え、そうなの？もっとしてない配信、知らないけど。いや、もうわかんないけど。めっちゃしてるイメージ、君、将軍。うん、わかる。なんか、休期厳しかったイメージあるって思う。厳しくない？そんなことないのかな？あ、10期1時間までに変わったらしいよ。そうなんだ。大変だ。覚えてないな、研究生の時の日々。え、10期はやり放題ですよ。ちょっと待って、足つりそう、今、やばい。水飲みな。痛い。足つるとダメらしい。足つったことない。つりそうになっていつも悪いから。あ、それ先輩と連絡先交換ダメとかあったね。うん、写真もダメだった、ね。あと写真もダメだったしね。意味わかんない。意味わかんない。超面白いじゃん。コラボ禁止はね、本当に最近だよね、解禁されたの。うん、えなちゃんもいいの？何がコラボ？え、じゃあなんかさ、私がさ勝手にさ始めた、なんか私が勝手にマネージャーさんに聞いてきてさ、勝手にさ、なんかコラボさ始めていいよみたいな、みんなに言ったらさ、なんかダメですみたいな。なったね。うん、懐かしい。ルールいっぱいだって。そうだよ、いっぱい。まあね、いろいろね、大変な時期だったからね、それね。確かに今は別に配信いくらでもしていいよ、うん、いっぱいあったね。懐かしい。えなちゃん歌ってだって。いいよ。やだやめとこう、こういうこと言うと、うん、カラオケ配信しなって言われちゃう。でもあの一回したんだよね。やり方わかんなすぎてさ、めっちゃ手こずったけど。カラオケ配信ね、したくないな。普通にしたくないもん。ちょっごめんね。普通に言うじゃん。選ぶ嫌なんだけどさ。ねえ、マジ電話テンションだよ。もうテンション上げてこう。やばい。コラボでカラオケできるの？面白くないよ、これ。カラオケ配信のマークは一応あります。言うなや。言うなや。なんで？だってやんないよって言っても。気にしてって来てんだけど。気に。したことないよね、うん、妹役しかしたことないな。本当はね、お姉ちゃん役やってみたいんだよね。できるんじゃない？10期ちっちゃい子いっぱいいるから。え、それな。そうだよ。よかったね、お姉ちゃんみたいな、なんか感じね、うん、そうだよ。なんかさ、ママに赤リップつけたら口が妖怪みたいって言われちゃう。
でも金にね、もう一生やんないのかな、私一生青が出れないのかな。出たいな、青が。出ないよ。ブルーローズだけやりに来な。当たり前じゃん。ブルーローズだけならいつも呼んでいただきたい。ブルーローズ得意だもんね。いつも呼んでいただきたい、ブルーローズ。いや、ブルーローズね。10回。ゆなちゃんもやってたよね、ブルーローズ、ね。やってたよ。だから、君の代打なんだってな、ブルーローズ。ゆなちゃんしかできる人がいなかったんだって。動物園したい。雨の動物園。あ、おがもね、次いつですかね。決まってないの、まだ。うん。知らないや。私出るかな。絶対出ない。頑張って。今何分やってんだろうな。うん。わかんないけど、今ね。そろそろ9時半。あれ、毎日やってまでやってる？うん。やってない。だいぶ前にやめたよ。違うじゃん。7月にやめたじゃん。やめるねって言ってたじゃん。あ、そっか。言ったか、一緒に。うん。なんかさ、今みんな毎日アイドルやっててすごいなってめっちゃ思う。あ、そうなんだ。なんか割とさ、ブログ書かなきゃ。あ、まだ間に合うか。書いてっていうのは昨日書きました。あの写真あげたよ、きみちゃんの。ね、見たよ。やってた。そうそうそう。一緒の口すんなよ、一緒に。そう、全然気づいてない。二人で遊びに行ったりするのしてたよね。うん、うん、その前髪好き。え、私この前髪なんかめちゃめちゃ好きじゃないんだけど。え、嬉しいけどさ、どうしても切りたいんだよね。え、迷ってる。今前髪行方不明なんだよね。え、なんか分けるとさ、眉毛がなんか眉毛だからさ、すごい。え、そう、それなら眉毛さ、自分の嫌いだからさ、隠してんだよ。見て、なんかめっちゃ眉毛つながってるみたいに見えない？この前髪。見えない。ごめん。またなんか流してんの、なんか似合わないって思って、やってたけど、一、うん、回、なんか2、3回。ちょっとね、迷ってます。月額入ろうかな。見てくださいよ。え、あの DMM じゃない、月額公演見てください。うん、公演ね、出たいな、早く公演出れるといいね。うん、つないりたいな。キムちゃんかわいいってコメント来てるよ。やっとえなちゃんの人の人、えなちゃんの人。かわいい、ありがとう。今日ほっぺためちゃめちゃ膨らんでる。毎日だよ。えなちゃんもかわいいよ、だって。ありがとう、キムちゃんの人。呼び方が、ああ。てか最近の記憶が本当になくてさ、わかる？なんか最近何してたっけってめっちゃ思うんだよね。うん、なんか先月の記憶とか本当になくて。ないね。何にしてたんだろうって本当に思う。顔面強いコンビだ。嘘だ。いや、全然強くないよ。弱いよ。弱いよとか言って、強くなれるように頑張ればいい。あら、ありがとうございます。みんなえなちゃんのメール取ってんのかな。えなちゃんのなんかいろんな、私がなんか初めて聞くようなことばかり。なんで、何それ。鎖放置してパパに怒られた。え、違うの。部屋に鎖が置いてあって、なの、
でパパに言ってなかったの、鎖があるよってことをね。だからパパがエナの部屋をすれ違すれ何通った時に鎖となんか、うん、その小道具セットが置いてって、エナ何し始めたのって言われたの。あね、そう、なんか怖かったらしい。急に悪趣味になったかと思った。見て、透明のチョーク。あるよ、エナもほらちゃんとしたやつ。普通にこれなんかね、2、3年前のやつずーっとしてた。鎖もあるよ。鎖はないっす。これで首くるらしい。危ないぜ。知らないと普通にびっくりするよ、多分ね。そうだね、持ってないけど私は自前のやつ。そうだよ、今日さ、リハでさ、この首輪をつけてたの、うん、首輪って言い方おかしい、チョーカー。そしたらさ、めちゃめちゃ縛りすぎちゃって、あれ、お眠の時間かな。眠いお眠の時間かなじゃないよおい、お眠の時間かな。でもあるよね、眠い時間。今寝ていい？いいよ、10時まで10時まで寝ていい、ここで。エナは鎖は何にくくりつけて、なんかカラーボックスにあるなんか差し込みにブサッと刺して、差し込む光に色がある。あ、ありがとうございます、ミラーボール。どんなものにも色があるよ。エナちゃん喋ってなって、私じゃあ聞いてるから喋ってて。喋ってたやんか、さっきまで。キミちゃん明日早番らしいよ。3時か、キミちゃん明日。エナは明日は8時です。あとあれですね、8月からカミングフレーバーのかわいいプラスが始まります。勝手に作ったポーズ見てくださいね。ローキポのやつ、エナさ、あれさ、ローキポって歌ってるやつあるじゃん。あれさ、顔撮ってると思ってなくて、めちゃめちゃ上向いてんだよねえ、なんかこちらのカメラですって言われた方向いて、わかんない、全然覚えてない。え、そう、え、なさ、普通に映ってないと思ってさ、めちゃめちゃ上向いてたらさ、がっつり映ってて、めちゃめちゃ恥ずかしかった。見てください、えのは8月23だって。いつ、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 8月いつ、いつ、8月30なんかだよね、多分30じゃない？ 30 か、うん。初回なんだったっけな、忘れちゃった。シーナさんでしょ。違う違う、自分が、あ、自分が何のテーマだったか。まあ見てください、ギャオとロキポで見れます。ローキポ合ってる？うん。無の時間すぎて。えんちゃん、なんか息合ってる。コラボ配信初めて見たって言われてるけど、息合ってた、うちら。合ってさっき私のコメントには息合ってないよったけど真逆じゃん。ギャオじゃないらしい。ごめん、間違えたじゃん。ギャオって来てる。息合ってないよ。ギャオちゃうよって来たんだけど。君8月29って来てる。すまんすまん。髪フレのポーズってどうやって決まったのって来てるけどさ。これ、うん、これはあの次の味だから味で、これはカミングフレーバーですっていう、うんうん、やってみて。何やんの。これが F、 カミングフレーバーですの、これが F で、こっちが写真用です。これはこれで写真とカミングフレーバーですって、それとして動いてる番こっちが英語喋ってるの聞こえた今。聞こえない。そっか、
なんだっけ、もう一個ないっけ、ないか、ごめん、間違えた。エンジンだ、あれは。エンジン見ましたか？あ、眠いです。ガチじゃん。リアル。なんか、エナの時計今5時なんだよね。早く直しなよ。なんかさ、すごいさ、普通なんかショールームさ、いつももっと喋るじゃん。うん。エナちゃんとやってるからそんな喋んないじゃん。うん。だからさ、ゆっくりなさ、ショールームじゃすごい。ね、なんか無の時間がある。怖いって言われたから。でも多分寝ないけど、まだ。なんかさ、キミちゃんって寝るんだって来てるよ。いや、でもね、寝ないよ。今日起きたら9時だったんだよ、びっくりして。しかも今日早い人じゃんか、うん、昼の配信じゃないや、公園の人だからさ、焦った。ちょっとずっとその顔しててよ、それかが一番かわいい。やだよ、笑顔を全力元気よく感謝を込めて。やばい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 、ん、懐かしすぎる。キウキの懐かしくない、この前やったんよ、そのエンジン。なんで、やば、撮っちゃった動画。うん、朝早いの、早くない。キウキこんばんは、こんばんは。あのエンジンはキウキのだよね。うん、なんかさ、キウキの初めての公演に作ろうってなってさ、作ったやつだよね。キウキ感ないの、なんか自分。そう、何感なの。キウキ感出してこもっと。え、ね、キウキ感めちゃめちゃあるくない？ない。ない。いや、だからなんか SK の全体にいたらすごいキウキ感あるけど、うん、一人でいるとキウキ感がない。あ、悲しい。誰も聞きかないね。どうする？エンジン全開って言ってると思ってたらしい。笑顔を全力元気よく感謝を込めて。エンジン全開はすごいわ。確かに聞こえるかもしれない。じゃあそろそろやめよう。急に唐突、うん、皆さん、うん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。またやろう。うん、いいよ。いつやる？じゃあいつでもいいよ。いつできる？いつでも暇。明日も明後日も。私も明日も明後日もできる。まあやめよう。そうなんだよ。うん。あ、ダメじゃん。明後日あれだよ、うちら。ズーム劇の。そうだ。打ち上げトークショーだよ。そうだね。何時まであるのか。ぜひね。見てください。そうです、9時からって書いてあったから。9時、10時ぐらいまでかな。そんなやんないかな、わかんない。それぐらい、ちゃんとかいるからさ、10時までだね。うん、それぐらいまで。わー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 。見ていただけると。やめよって言うのやめな。予定時間40分って書いてあった。じゃあ9時40分ぐらいじゃない。うん、ということで、皆さん、また来月じゃさ、またさ、なんか、1ヶ月に1回ぐらいやろうね。あ、いいよ。あり。来週暇だったやろ、じゃ。来週暇だよ、やな。私も暇かも。いや、暇は作るものだ。そうだよーん。だね。ほら、また来た、えなちゃん。フタートーク喋ってねって、ほんとに。喋るから、ちゃんと。えなちゃんはね、あの、人がいっぱいいると喋れないんです。そうなんすよ。そういう子なんです。この癖やめた方がいいよ、ね。許してあげてください。きっと犬と喋れなくなっちゃう。喋れないです。なんか二人でいる方がめちゃめちゃ喋るよね。聞き手側に回っちゃう。あ、で、いい意味で言う。いい風に言ったらさ、聞き手側に回ってないんだ。ちゃんと喋れます。そう、反省会とかでも喋らないから。うん、そうだよ。聞いちゃうから。聞く側に回っちゃうね。うん、そう。はい。いい風に言いすぎ。言う日はちゃんと言うけどね。週一でお願いしますって来てるけど、絶対そんなやらんねんな。
皆さんがたくさんコメントしてくれたらやっても。うん、それはそう。マジそれはそう。でないと電話になっちゃうね。うん、そうだよ。みんなが質問くれないと、うちは電話の無言になっちゃう。電話になっちゃうから、公開電話になっちゃうから。テレビ電話。うん。でもなんかさ、テレビ電話してる感覚だよね、この半分の画面っていうの。なんか、でもなんか最近よくするよね、テレビ電話。うん。なんかね、この、ズーム劇場のやってる機会は電話してる機会が増えるけど、うん、エナは電話を着拒否にしてるから、いつもキリちゃんからかけられると切ってる、切れちゃう。あのズーム中はね、着拒否、着拒否やってるから。だって公開電話でいいです。普段の会話を聞いてるのが逆に楽しいらしいよ。いいらしい。す。じゃあ、うん、終わろっか。はい。ちょうどね、はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございます。またいつかやります。はい、スクショ。顔出せよってな。おやすみだって、ありがとうございます。ネタバレ、ネタラバレ、これ。何それ。え？顔見せろよのやつ。顔見せろや。罪悪感ってのがあるならさ。言ってるよね。バイバイ。バイバイ。ありがとうございます。ありがとうございました。え、これどうやって切んの？うん、私が多分ライブ終了ってやったらいいんじゃないかな。じゃあ、せーの、ありがとうございました。ありがとうございました。ね、明日と明後日も、ズーム劇場まだまだ続くので、ぜひ見てください。はい。皆さん次第で、終わりが決まるので。うん。そうだよ。バイバイ。バイバイ。切るね、えなちゃん。うん。これで切れるんだよね。バイバイ。バイバイ。あ、何？これ切れてないんですか、まだ。コラボ待機中ってなってんだよね。まだ切れてない？聞こえてますか？ということで、ありがとうございました。居残り配信。エナは自分で切るらしい。バイバイ、ありがとうございます。また明日からお願いします。バイバーイ。